飛びますね、これ。本当ですか。芯に当たるとすごい感触がいいので気に入りました。早速ですね、新しい Eazone GT 打ってもらいたいと思います。はい、で今回ですけど、ヘッドが、450と425と2種類あります。それぞれさっき見ていただいて、どっち打ちたいとかありますか？私は450ですかね。450、はい、大きい方で。ちょっと、はい、これで。私は425です。はい、はい、じゃあこれで。ありがとうございます。打ってみましょう。どっちから打ちましょう。じゃあ、はい、アキエの方から、はい、いい音、いい音、よいしょ、ありがとうございます。かっこいい、かっこいい、はい、かっこいい、おお、240のトータル266、はい、すごいですね。すごい飛ぶ、飛びますね、これ。びっくりしました。まっすぐ、あ、まっすぐです。全然曲がらないです、ね、めっちゃ飛びます。びっくりしました。びっくりだ。アキちゃん260、ね、60とか言ってたからね。すごいね。初速も速いと思うし、うん、どっちが飛ぶの。ただ、あ、やる？1球ずつぐらい、1球か2球とか、うん、はい、おお、これ伸びた、これ、はい、いいと思いますよ、これ。おお、伸びてるね。231、おー、すごい、めっちゃいってますね。はい、スピン量も意外といい感じね。はい、スピンもちょうどいい。すごい、なんかドローとかかかるんかなと思ってたんですけど、ま、うん、っすぐでした、本当に、うん、でももっと練習したら多分いろいろ球打てるようになると思うんで、うん、はい、あの今の使ってるクラブとちょっと顔が似てる感じなので構えやすいですし、あの芯に当たるとすごい感触がいいので、うん、気に入りました。これがあることによってやっぱりこう楽に振れるというか、まあ、飛ぶので、うん、やっぱり打ちやすいかなと、振りやすいかなと思います。確かに、はい、今ここから、ピンまで、220ヤードの上りですね、うん、で3番ウッドで、乗せられるかトライしてみます。はい、で3番ウッドなんですけど、うん、今回フェースに、アイアンですごい、強度が高かった高反発素材のマイティーマレージングっていう素材を今回使ってます。なのでより反発が高いっていうものに仕上がっています。はい、はい、じゃあ早速やってみましょう、はい、おお、しょ、いったか、おお、いった、いった、いった、ナイス、これいったんじゃないですか。すっごいめっちゃ飛ぶんだけどびっくりしちゃった。あれキャリーでいったのかな。キャリーで多分行ってそのバウンドがなんか見えたんじゃないの。一瞬。そういうこと？思ったより飛んじゃった。はい、ナイスです。いや、ありがとうございます。すごい、びっくり。どうですか、打ってみた感想。いや、そんな力入れてないんですよ、本当に。いつも通り打ったんですけど、あの千里が思った以上に飛んでたので、ちょっとだけ後ろからどのぐらい飛ぶか、はい、やってみたいです。20ぐらいいきますか。20、今のが220だから、はい、240、ね、ちょっとチャレンジ、はい、チャレンジしてみます、はい。すごいな。ちょっと240で左足下がりになってますけど、はい、
頑張って、はい、乗せてみてください。はい、はい、じゃあテープロお願いします。はい、よし。おお、まっすぐ行った行った。おー、ナイス。行ったっぽいですね。行ったね。ありがとうございます。すごい。いや、転がって多分行きましたね。左足下がりだったからね。球は低めだけど。低かったんですけど。だけど勢いがすごい。勢いすごかったです。初速がめちゃめちゃ。ったっ す, ね、はい、すごい良かったです。じゃあちょっと乗らなかったけど、はい、いっぱい飛んだってことで、はい、はい、いいクラブ。いいクラブですね。はい、まあ、グリーンはオンしなかったんですけど、うん、飛距離十分というところでちゃんとあの球も上がってくれましたし、うん、まあ、すごいすごい助かりました。私もやっぱ振りやすくて、あとタイミングもすごいマッチしてくれたので、それが飛距離につながったかなって思いました。じゃあショートホールにやってきました。ティーグラウンドからピンまで180ヤードあります、うん。普段180ヤードって言ったらお二人は何番で打ちますか？私は4番アイアンですね、はい、私はユーティリティの4番です。もう GT は飛ぶっていうところが分かったと思って、今回はお二人に7番アイアンで、180ヤードチャレンジしていただきたいと思います。はい、はい、頑張ります。では行ってみましょう。はい、はい、よっ、おー、いけいけ、いいね。どうだ、手前3メーターにナイスオンです。おー、まあ、ほぼほぼどうだ、びっくりですね。7番アイアンで180のピンに打っていくっていうのはいつもではあんまないので、届いたのびっくりしてます。はい、じゃあ次はアキエプロお願いします。はい、千里より近くに、打てるように頑張ります。お願いします。はい、ナイスショー、いけ、いけ、ナイス、ナイス、おー、これ1回以上、あ、いい感じ。8メーターにナイトンです。おー、奥、奥すごい、ナイス、すごいですね。わー、180ヤードいったっていうことで、どうですか、感想は。180すごいですね、7番で届きました。すごいびっくりです、ね、上がってくれましたし、やっぱ180をアイアン7番で打てるっていうのはすごい楽ですし、プラスですね。なんかあの女性の方でもやっぱりすごく楽だなっていうクラブに思いました。お、おお、乗ってる、オーバーしてる、オーバーしてます。怖いねこれ、うん、最強だ、いい、いいですね。いや、もう全員とこうしてる、はい、では次のホールにやってまいりました。このホールはですね、アウトドライブというチャレンジで、いきたいと思います。新しい依存 GT が、今使っているクラブに対してどれだけ、良くなったのかっていうのをここで実証していきたいと思います。はい、はい、頑張ります、頑張ります。めっちゃいい当たりだったんで、はい、これを新しいクラブで、はい、アウトドライブチャレンジ。頑張ります。やっていきます。おお、いいよ。いけ、ゴー。よいしょ。いったかな。どうだ。おお。いったいった。222。
サル244。おナイスナイス、新しいスクリーが出ました。はい、出た出た、飲みましたね。じゃあ次はアキエプロお願いします。はい、お願いします。おー、ナイスおー、ナイスありがとうございます。これ結構いってますよいやどうですかね、いってますよ。おっと227のトータル255、はい、これは強敵現るすげー、なかなかいい当たり。ニュークラブでアウトドラムチャレンジ、はい、お願いします。おー、5、OK、いけー、おー、すごいすごいすごい、260近く飛んでるよ。ちょっと伸びましたすげー。今の数字はキャリー234、トータル258でマイクラブ伸びました。すごいすごい伸びた、ありがとうございます。マイクラブやっぱり前作ですけど、確かにあのマイクラブはすごいいい当たりで結構距離飛んでたんですけど、これもやっぱそれを上回ってきたのでやっぱすごいなと思いましたね、うん、私も一緒ですね。マイクラブあのめちゃくちゃいい当たりだったんで次どうなるかなと思ったんですけど、やっぱこれ超えてきたのであのとても振りやすかったし良かったです、はいはい。まずはやっぱレギュラーツアーで、1勝を目指して、頑張りたいと思います。でこ の, あのクラブ新しいクラブと一緒に、優勝できたらいいなと思います。はい、私も、姉妹で優勝争い目指してまたあのヨネックスのクラブで初優勝することを目標に頑張ります。